どう見てもさ結婚式帰りの人だよね。今こうやってます。寒いから。こんばんは。どうもです。今日はブーケトス。ブーケトスではないんですよ。ブーケではなくって、なんていうの、あれは盾っていうの、いただきました。最優秀パフォーマー意向のいい賞、ショールームアワードさんで意向のいい賞をいただきました。ありがとうございます。寒いです。寒いですね。そりゃそうですね。こんな格好してればね、寒くないわけがありません。真冬ですから。今真冬に寒くないわけがない。ちょっとね、この箱の中見てください。こんな感じで入っておりますので、じゃあ皆さんにお見せしたいと思います。どうやって開けるんだろう。これか。うわ、すごい丁寧に入れてある。マネージャーさんが入れてくださった。はい、じゃーん。じゃーん、ニコの衣装をいただきました。じゃーん。スクショタイム。撮れましたか。はい、このぐらいのサイズです。このぐらいのサイズです。この衣装をね、いただきました。ありがとうございます。こちらは飾りたいと思います、お家に。そう、ショールームアワードさんに3に出演させていただいたのは初めてだったんですよ。多分ね、今までも何回かこう開催されてはいたんですけど、イコラブとイコラブの意味がそういうのになるっていうのは今回が初めてで、でイコの衣装っていうのができたことがまずは初めてだったので、イコの衣装というのをまずそういう部門をね設けていただけたことがすごく嬉しいなとなんか思いました。そして、あの、私が受賞をさせていただいて、まあ、23人の中から最優秀という最優秀パフォーマーとして選んでいただきました。ありがとうございます。そう、あのね、今日はもうずっと一日中リハーサルしてみたいな感じでね、いました。ずっとスタジオっていうのかな、なんか受賞式のところにねずっといたんですけれども、そうなので、ちょっとサスケの方が、あの、リアルタイムで見ることができずに、そうなので、ちょっと皆さんにお任せしますっていう風な、あの、ツイートをさせていただいたんですけど、でもずっと実況配信は見てて、
そうで、あのマネージャーさんがその翔子のにも行ってたから、動画持ってたから動画を見せてもらって、そう応援してました。でずっとね、なんかずっとあのねマネージャーさんが動画を持ってたんですよ。そうでその見てたら、他のねそのショールームさんのスタッフさんとか、まあ、いろんな方、まあ、他にもねスタッフさんがいらっしゃってて、 それで私たちがその動画を見たり、ツイッターをすごい実況を見てたんですよ。そうマネージャーさんたちと、そうイコラブのマネージャー、イコラブのスタッフさんは2人いたんですけど、と私とあとショールームさんのスタッフさんとかでこうちょっと見てて、でなんか翔子のあの頑張ってる姿をショールームさんも一緒にあの応援してくださって、翔子はねそんなショールームさんにもあのこの場で見てもらってるとは多分知らずいやいい、なんかでも落ち方とかもすごい、なんかなんだろうな、もうバーンってなってすごくなんかいい落ち方だねってすごいみんな褒めててそういやでもすごい運動できるんだねっていうね、そういう話をしてて、そうなんですよって、今ちょうどサスケをやってるから実況見てるんですって言ってて、みんな褒めてましたそうなんかすごいなんか微妙にズルズルと落ちていくっていうよりかは、なんかもうダーンって大胆にだったから、逆にそっちの方がいいよって言ってダイナミックな方がいいよって言ってて褒められてましたそうそう、でもなんかもうね、もうねなんかあ頑張れって親目線の気持ちにね、前回よりさすごい進んだよね、すごいめっちゃ成長じゃない、それがすごい感動したね。あとちょっとだったね、惜しかったね、でもすごいそう怪我なく笑顔で終わっててよかった、うん、っていうね、ショールームアワードさんでの話、そう結構あの時間があったのでずっと座ってマネージャーさんとおしゃべりしてずっとあれしてました、ずっと翔子の応援してました、ずっとね、なんかなんだっけ、自動でこうスクロールできるやつ、なんかパソコンだったらできるんですよ、それをとりあえずイコラブにして、そうでずっとあの携帯でもずっとこうやってシュポシュポってやってずっと見てました。そうね、今年も応援に行けなくて私いつも何かと被っちゃうんですよ、今年も応援に行けなかった、去年も何かと被って行けなくて、そう去年も行けるメンバーがね限られてて、そう行けたらもっと大人数でね行けたかったんですけど、そうなんで行けなかったんだろう、私去年は何だったんだろう、今年行けなかった仕事、なんか行けなかった理由は覚えてるんですけど、去年は何だったんだろう、もうなんか翔子のサスケの発表の時に私と瞳がいたんですよ、だから絶対私と瞳は行く気満々だったんですよ。そう一番最初にその翔子の発表に立ち会ったのが私と瞳だったから、私と瞳は行く気満々だったんですよ、そう去年ね、でも行けなくって、そうでもなんか今年もなんかで行けなくて悔しい、行きたかったですね。でもすごい本当に今日まあ、また話変わるんですけど、ショールームの社長さん、前田社長さんにもご挨拶を、そう前田さんにもさせていただいたんですけど、もう本当に、ま、社長さんじゃないですか言っても、なのにすごくお優しくて、なんだろうな、こちらがありがとうございますなのにすごくなんかすごくなんかなんて言うんですかね、なんかうん、言葉選びが難しいんですけどそうすごくお忙しい方だと思うし、ね、すごい方じゃないですか、いろんなメディアにも出演されてるしで、そうなのにすごくなんだろう、そう低姿勢というか、そうなんかすごい素敵な方だなって、もうなんか出てるオーラがすごくお優しくて、気さくにこうお話ししてくださって、ずっとそうニコニコしてくださって、なんか優しかったです、はい、
そう、多分オーディションの時からアイコラブもお世話になっているので、うん、改めてこうやってご挨拶させていただけて嬉しかったです。今日ね、本当はなんか花がいつもやってるまとめ髪にしようと思ったんだけど、なんかやめたなんかね、違うの、こうやったらなんか首が寂しくなるじゃん、結構開いちゃうじゃんここが。でなんかネックレスをつけようと思ったんですけど、なんかいろいろジャラジャラつけすぎるとなんかめっちゃなんかもうパーンみたいな派手みたいになるから、でもちょっとなんかおとなしめにこうちょっと行こうと思って、マネージャーさんとどうしようって言っておとなしめに行きたかったんですよ、私的には。でちょっと控えめに行きたかったんですね。そうだからさすがにこうやると結構なんかもうボーンなんかこんにちはって感じだし、でネックレスつけるとなんかまあちょっともうちょっと激しくなっちゃうから、ちょっとこれにしました。本当はなんか花に画像送ってほしいって言って花の髪型がしたかったんですよ。で花ちゃんがすごいたくさん画像送ってくれたのにごめんなさいってここで謝るそうそうなんです、ごめんなさいってここで謝りたいと思います。そう、はい、ここでです。そう、でもな今日あんま喋ること正直本当に決めてなかったんですよ。本当にマジで本当になんか決めてなかったというか、なんとなくこう言いたいことはあったけど、でもなんかまあ立ってから喋ろうって思ったんですよ。そうで、なんかもうちょっと長く食べた方が良かったのかなって思って、なんかもう私も意外に立ったらちょっとなんかね、なんか空気が緊張しちゃって、そうあんまりちょっと長時間はあんま喋られなくて、これで良かったのかなって思いました。そうなんか最初はこの衣装を作っていただいたことと自分が受賞できたことはありがとうございますっていうことを言おうと思ってたんですよ。でそれ以外はどうしようかなって思ってて、日本語がちゃんと言えてたら嬉しいなって思います、はい、緊張した。なんかなんだろう、なんか、まあ、メンバーがおらんやん、そうやっぱそういう時ちょっと緊張しちゃうんですよね。一人での時ってなんか周りにメンバーがいないから、うん、すごい全然違うからね、いつも緊張しちゃうの一人だと。だって助けてくれる人がいないわけじゃん隣にだからね不安なんですけど、まあ無事終わりましてよかったです。スピーチ、そうでも本当にちょっとねあそこの場ではまたかしこまっちゃって猫かぶっちゃうじゃないですか。そうだから今日とかも、まあ、本当はさもっとさあれなのに、すごいさこれだけ見たらこの服装でこの感じで見たら多分めちゃくちゃなんかそんなんだろうな、こう落ち着いた子なのかなって多分思われたと思うんですよ。すごいなんかこうなんちゃらでみたいななんですけど本当は違うじゃないですかあでもさすがに猫かぶる場所だった、じゃあよかったのかな、久しぶりの猫かぶりよかったよって、おいおいおいボケかましたらじわるそうでもメンバーがねすごい、なんか私がツイートしてたやつとかにもすごいノイミーちゃんもイコラブのメンバーも何人かすごいいいねしてくれたりして優しいなと思って、ひとみとかもねショールームお疲れ様おめでとうってね LINE くれた優しい、みんな優しい。でもなんかそうねイコラブの公式とノイミーの公式がそのツイートしたじゃないですか、今日8時頃からみたいな
ショールームアワードに出演しますみたいな、誰かがみたいなツイートがあったじゃないですか。そうそれでなんか多分ほとんどの方がさすがになんか私って思ってくださってたみたいで、そうでもなんか私がそこでリツイートとかいいねとかしちゃったらもう絶対アンナじゃんみたいな、アンナ以外そういうことしてないのに私がやったらもう完全アンナじゃんってさみんな思うじゃないですかだからわざとあのしなかったんですよそうでもすごいファンの方がなんかまあアンナだよなリーダーだよなってなんか引用リツイートとかでイコラブの公式をすごいなんかリーダーだよなとかまあアンナだよなとかすごい書いてくださっててすごく嬉しかったんですけど、そうやってこうみんながそれを認めてくださって、そのまあなんだろう、満場一致ではもちろんないかもしれないですけど、ほとんどのその方が、まあ、基本的にはアンナだよなみたいな感じの空気感を作ってくださってるのはすごく嬉しいことだなって、当たり前じゃないなって思うからやっぱりありがたいなっていう風に思うんですけど、でも逆にちょっと面白かったのは、いやこれはワンチャンマイカだなとかそうなんか誰かなみたいなそういうコメントとかもあって、マネージャーさんと笑ってました。絶対わざと書いてるよねって言ってみんなマネージャーさんとねそういうコメントとかいろいろ何個か見てなんか笑ってました。いやでも昨日とかもうなんかメンバーと楽屋でいやワンちゃんみたいな、メンバーでえまあねみたいな、まあアンが出ることはメンバー全員知ってるんですけど、いやわかんないよねみたいな、佐々木舞香が2日連続で配信したってことはワンちゃん佐々木舞香だよねとか言って、舞香もそのいや絶対私でしょとか言っててみんなでノリに乗って遊びで言ってましたっていうね、イコラブの楽屋でそういう話もしてました。でそれを同じような雰囲気の言い方でファンの方もつぶやいてたから面白かったです笑ってました。イコノイ復活ショー他にも数名いらっしゃいますけどね。そうでも本当に、まあ、私はショールームっていうのがで頑張りたいし、なんかショールームが頑張りたいっていうよりかはもう自分にとってやることが当たり前で、なんかそれだけこう少し前から過去から4年前5年前とかから本当にずっとやってきて、もうそれが定着して自分の中で自分のこう活かせる場所、自分をだからなんか頑張ってるっていうよりかは普通に楽しんでやってるし、今日もマネージャーさんにでもまあ普通にでも楽しんでやってるからみたいな言ってて、うん、でももちろんそのめっちゃやること、まあ、あんまやんない子っていうのはあると思うんですけど、まあでもね、この頑張る場所っていうのは、まあ、それぞれだし、なんかイコラブはこういろんなジャンルというかでやってるから、まあ、みんながみんなね同じ場所で頑張っていかなくてもいいと思うから、うん、私のことはショールームでたくさん私のファンの方は見れて、でも他のメンバーのことはもしかしたらテレビでたくさん見られるかもしれないじゃないですか。それがそうミーナだったら YouTube だったりさ、そういう感じでなんかそれぞれのツールがあることって逆にいいことだと思うから、私にとってのそれはもしかしたら今はショールームかもしれないし、うん、だからなんかそれはそれでいいんじゃないかなって思いましたっていうね。あと5分でマヨラボが始まるので、まあ、言うてもうちょっとで終わらないといけないんですけどねそうなんですよそう、まあでもやっぱもうちょっと1600日っていう話をして、でもやっぱ1600日っていうのは私はなんかもう毎年さ周年をやらせてもらってて、あ4周年だっていう感じなんですけど、結構周りの方から見たら4周年みたいな、4年もやってるのすごいねって言っていただくことがすごく多くて、でもそれはすごく嬉しいことだなって思って、そうやって評価していただけることは嬉しいし、毎日やってることとかに意味があったんだなって
思うし、なんかショールームアワードっていうこういう機会で表彰していただけるっていうのも、なんか改めて今までこう毎日アイドルとしてやってきてよかったなってね、本当に思いました。今日はちなみに編み込みのハーフアップみたいな感じで編み込みしました、してもらいました編み込みをしていただきました。でちょっと軽く巻いて、でもその今日やってくださったヘアさんにすごい取れやすいって言われて、取れやすいですって言って、でもねこうイコラブちゃん今元気かなっていう時に私のルームに来てもらって、あ、アンナだけじゃなくて他のメンバーも元気なんだって思ってもらえたらいいなと思いますしね。私のファンの方は、で私のファンの方は逆にね、もうなんだろう、こう毎日私のことを見てくれてたりして、そう、でもまあ逆に私のそれこそ、あ元気ないなとか、あめっちゃ今日元気だなとか、もう全部見え見えだと思うんですよ私のファンの方に。だけどそれを受け入れてすごくこう毎日こう見ててくれるじゃないですかファンの方って。だからやっぱそういうファンの皆さんをね大切にしたいなってこれからも思いますし、そう、私のファンの方の居場所はもちろんこのアンナルームだし、でもイコラブのファンの皆さん全員の居場所でもありたいなっていうふうに思います。です、てってってんす。 TikTok とかも見てくださいね。全然話変わるんですけど、私あの振り付けっていうほどではないんですけど、あのお姫様のおーひー、じゃあ一回やりますね、せーの、お姫様にしてよ、ほら白馬乗って渋谷を駆け巡ろうよ、毒リンゴかじって眠りにつこう、ガラスの靴は買った、間違えた、まあ合ってるか、ガラスの靴、これ靴ね、ガラスの靴は買った方だけ階段に残してあげるです。そう、まあこうやってポイってやるんですけどね、そう、あのご自分の靴を使ってやってみてほしいなっていうので、なんかね、ここはメンバーにもメンバーに相談して、そう、なんか私も最初靴を持ってたんですけど、え、どうなんだろうって思ってたんですよ。そしたらなんかメンバーが普通に、え、靴良くないみたいななって、自分の靴出そうやみたいになって、そう、メンバーの意見です。そう、なんか最初私だけ考えてたんですけど、もうちょっとあーどうしようってなっちゃって、ちょっと楽屋でメンバー全員に相談しました。何テイク撮ったんだろう、はい、聞いてください、あのテイク1テイクですあのテイク1テイクです、リサのテイク、そう、本当に1テイク、多分マジでなんか時間ギリギリで、でもとりあえずできるか分かんないけど一旦1回だけやってみようってなって、できて、あ、もういいんじゃないこれで、ね、みたいなできたじゃんみたいなそう、リサが投げるのすごい上手だった、そう、上手にできてた。ということで、やばい、終わらなきゃ終わらなきゃ、ちょっと待って、タワー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 はタワー、ごめんなさい、あの本当にごめんなさい、ちょっとまた次の配信で読んでもいいですか。では名前だけメモらせてください。やばいやばいよ、やばいよ、ラストのメモラボなのに、やばい、11時になってた、ペッペーやばいよ、タワーどなたですかね、わかるよ、私はポークたまごさんと、ポークさん、ポークさんと、レグルスさんかな、レグルスさんと、マツケンさんだな多分。オッケー、ありがとうございました、ありがとうです、またちょっと次の配信でお礼言わせてください、あいわ作文します。で順位を読みます。13位が謎の長老さん、12位がタケルン、11位がユージくん、10位がトモ、9位がユーシスさん、8位がジッスン、7位がハタケさん、6位がユカリン、5位がアラカズさん、4位がキソバさん、3位がマツケンさん、2位がポークたまごさん、1位がレグルスさんです、ありがとうございます。
今日はランダムちょっとなしで、この後マヨラボ最終回なので皆さんぜひ聞いてください。一緒に実況してください。よろしくお願いします。それではおやすみ。イートボール弁当箱、さよなら、バイバーイ。